こんにちは、アメリカンフードへようこそ。今日も日本のマクドナルドのものを作ります。今度は月見バーガーです。今は9月ですから、じゃあ今高熱でこのフライパンを熱しています。フライパンが熱くなった後にオイルを入れて、オイルをパンにマッサージします。お、気をつけてください。シーズンしたハンバーガーパティを切ります。こっちも塩とペッパーで製造します。と半枚のベーコンも半枚のベーコンも焼きます。2分を待った後にパティもベーコンもターンします。今ハンバーガーパンも少し焼きます。こんな色がいい。じゃあもっと2分後にベーコンが出て、パティもう一回ターンして、チーズでカバーして、全部カバーします。じゃあ今パティもパンから出ます。最後はサンドイッチを作ります。じゃあパンにオロラソース、このソースは半分マヨネーズ半分ケチャップ、焼いた卵、ベーコン、じゃあ最後はもう少しのソースと月見バーガーです。ではこれもフレンチフライとビールを食べます。いただきます。